熊本駅の新幹線乗り場はお盆休みを帰省先で過ごした人や見送りする人で混雑しました。単身赴任先に戻る父親を見送りに来たという家族は、家族で海に行ったことが楽しかったです。頑張ってください。頑張ります。ふるさとでの思い出は尽きないようです。楽しかった。積み木で遊んだ。友達と遊んで、家族と遊んで、ずっと遊んでました。もう帰りたくないよな。もうマジで帰りたくないです。家に帰りたい、はい。一方、航空各社によりますと、東京行きは今日と明日はほぼ満席だということです。